散り際まで美しすぎた。俳優の田村正和さん。世間の彼の演技への高い評価とは裏腹に、自身への評価は一貫して低かったそうですが、なぜなのか気になったので、いろいろ調べてみることに。4月3日に旅立たれていた田村正和さん。その訃報は約1ヶ月半も伏せられたままだったそうですが、心不全により都内の病院で息を引き取られたということです。享年77歳でした。田村正和さん。その生い立ちからして、その将来を予感させるに十分なものでした。父親は昭和を代表する大俳優の坂東妻三郎の三男として、京都太秦で生まれて、1000坪以上もの大きな屋敷の庭先には、テニスコートが2面もあるような、裕福な環境で何不自由なく育ちますが、しかし、9歳の時、父親が急逝。家族で東京に移住することに。後に、田村さんは父親のことを、父親とは普通の親子のような日常はなく、坂東妻三郎という役者として別々に暮らしていたそうです。唯一夏休みに親子揃って泊まりがけで遊びに行った時だけは一緒に遊んでくれたことがとても嬉しかったのだとか。そういった父親の役者としての姿勢に自身も影響を受けたそうです。芸能界入りのきっかけは、兄・貴博さんの撮影現場を見学した時に松竹にスカウトされたからだそうです。本格的なデビューは1965年成城学園高校に在学中、映画「永遠の人」で立て続けに映画に出演しますが、田村さんは当時のことを親の七光のおかげで役をやらせてもらっていたようなもので、演技のいろはも知らなかったからひどいものだったとも言っています。長兄の田村貴博さんと弟の田村亮さんと共に田村三兄弟と呼ばれたのもさぞかしプレッシャーだったことでしょう。それはそうと、田村さんにはもう一人お兄さんがいて、田村利真さんとおっしゃり、一時は俳優もされていましたが、慶応大学卒業後は一般企業に就職し、後に起業されています。実際は4兄弟だったわけです。しかし、それだけではなく、隠された秘密があったのです。実は、まだ兄弟がいたのです。その人とは、水上康弘さん。俳優をされているようなのですが、実は、田村兄弟とは異母兄弟で、業界では、長らく暗黙の了解で伏せられていたのですが、田村亮さんの息子さんがとある番組でその事実を公に知ってしまい、それ以来田村正和さんはその老いとは口も聞かなくなったくらい激怒していたそうです。私生活を売り物にするのが許せなかったのではないでしょうか。そして松竹退社後フリーとなってから、やがて転機が訪れます。田村さんは映画を見切って、ドラマに活路を求めると、1970年ドラマ「冬の旅」で注目を集めると、1977年時代劇ドラマ「眠り狂四郎」では、優秀の貴公子と呼ばれて、そのニヒルで美しい姿が、世の女性のハートをわしづかみにします。80年代に入ると、ドラマ、うちの子に限ってなどで3枚目役で再ブレイクする一方、ニューヨーク恋物語ではたまらない大人の男の色気で世の女性たちをまたしても虜にします。そして1994年ドラマ「古畑任三郎」でさらなる新境地を開くことになりますが、以前から刑事ドラマはやらないと決めていた田村正和さんですが、三谷幸喜さんの脚本を見て一転して快諾したそうです。その理由とは、ピストルを持たずアクションもなく論理的に事件を解決する和製コロンボとも言われた、その役柄にあったとも言われています。その後
10年続いた古畑任三郎役は、まさにそれまでの役者人生の集大成とも言えるのではないでしょうか。余談ですが、新ニューヨーク恋物語撮影中、奥さんとホテルのクラブでいた時、合図されて振り返ると、刑事コロンボの主役のピーター・フォークがそこにいたそうで、期せずして古畑任三郎と刑事コロンボが同じ場所にいたことがおかしくて、大笑いしたことがあったそうです。国民的俳優として活躍してきた田村正和さん。これだけのヒット作があると、引退してからもおそらくは、年間8000万円ほどの収入があったのでは?とも言われています。しかし、想像もしないことが起こります。2018年ドラマ、眠り狂四郎ザ・ファイナルを最後に、事実上の隠居生活に入ってしまいます。一体何があったのでしょう。古畑任三郎終了以降、ペースは落ちていたとはいえ、引退会見もなかったのには、田村さんなりの流儀があったようで、どうやら、自らが、その決断を下すため、ドラマ、眠り狂四郎ザ・ファイナルを、選んだようなのです。ダンディーな2枚目からコミカルな役まで、不器用だと自称するのとは裏腹に、幅広い役をこなしてきた中でも、眠り狂四郎というキャラクターは、特別な存在だったようです。最後にするならば、眠り狂四郎、ということだったのかもしれませんが、ファイナルの試写で、自身の姿を見て、こりゃ、あかんな、そう思ったことから、引退を決断されたということらしいのです。田村正和さんは以前から、こんなことを漏らしていたそうです。僕はもうやりきったから、静かに死にたいっていう感じかな。あとは静かにフェードアウトするだけだね。こうおっしゃっていたそうです。ですから、なおさらのこと、眠り狂四郎で最後にしたかったのかもしれませんね。引退された理由はそれだけではなく、実は田村さんは若い時から、心臓が弱かったそうです。手術も勧められていたそうなんですが、眠り狂四郎ザ・ファイナルの撮影が終わるまでは、かたくなに手術を拒んでいたそうです。撮影後の手術は成功したそうですが、ある情報によると、レストランでステーキを切る力もなかったほど、弱っていたそうです。最後も、心臓が原因となったんですね。私生活がベールに包まれた田村さんですが、50年以上も連れ添ったという、妻の和江さん、銀座の紳士服店の社長令嬢だったそうで、カナダの大学への留学経験もあった方で、結婚以来、専業主婦として、家事や一人娘の子育てをし、田村さんを支え続けた女性。そんな和江さんのことを、田村さんは、うちの奥さんは100点満点、と自慢していたそうです。しかし、その田村さんが一度だけ、こんなことを和江さんに言ったんだそう。結婚3年ほど経った頃、当時は20代半ばの田村さん、夜遅くまで遊び回っていたそうで、奥さんと喧嘩になって、俺が浮気してないとは思ってないだろ?と言ったそうで、もちろん、本当に浮気していたわけじゃなく、意地悪で言ったんだそうですが、和江さんは笑いながら、するなって言ったって、無理なんだから、それは考えないようにしているの。そう言ったそうです。正和さんは、その日以来、飲み歩くのをピタッとやめたのだとか、そんな最愛の妻に見送られた日だった。田村正和さん。生前、俳優としての自身のことを。僕はね、田村正和という俳優を、そんなに買ってないんですよ。よくここまで来たな。この程度だよ、って思う。と、言っていたそうです。どこか達観しているような、田村さんらしいですね。引退後は、夫婦、水入らずで、穏やかな日々を過ごされていたそうです。田村正和さん、あなたが好きだった。ジェームス・ディーンのように、いつまでも、あなたのことを忘れません。
ご冥福をお祈り申し上げます。合唱。